はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸4をお送りします。で、このシリーズ4本目で、前回からか丸3からそのシータの部分がね、ちょっとこんな感じでややこしくなってて、でそれの方程式を前回やったんですけど、今回不等式を3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば今から全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、今回は不等式になってますが、まず範囲としてはいつも通り0から 2π です。つまりスタートね、0度から1周する感じ、360度ね。で、今回不等式になってるんだけど、基本的には前回の方程式と流れは同じです。まず範囲を書きます。書く必要ないと思ってるけどね、思ってるけど一応確認で書いておく。で、今回の主役はここ θ プラス6分の π なんで、で今回ね、板書量がちょっと多いんで小さい文字でごめんね。見にくかったらあの画面をあのなんだ大きくして見てみてください。で、θ に6分の π 足されてるんで、ここの全部に6分の π を足すイメージです。だからこれに6分の π を足せば、もちろん6分の π だし、で 2π って6分の12と同じだから、足せば6分の 13π と同じだよね。で、確認しなきゃいけないのはスタート地点です。今6分の π、 これ30度でしょ。30度から1周するってイメージ。もちろん1周の時はね、これがね0から 2π じゃない時っていうのはちゃんとしっかり書かなきゃいけないんだけど、範囲をかなり引っ掛けになっちゃうんで、そこはね、まあ、今回一周でやってるんで、まあ、スタート地点だけ押さえておけばわりかし大丈夫です。で、これを押さえたら前回と同じく単位円で勝負します。で、これもちょっと左が見なかったね。まあ、こんな感じで単位円を書くと。で、まずはこの範囲云々ではなくって、サインがルート2、なまったな、ルート2分の1以上の時でしょ。だからサイン y 座標なんで、 y 座標がルート2分の1になるのはここ45度、まあ黒丸だからね、イコールあるからと135度、この2つのポジションです。で、それがルート2分の1のとこなんだけど、それ以上ってことは y 座標が上ってことでしょ、大きいから。つまり上の部分全部だから、ここなんです今求めたいのは。いい？45度から135度で、45度先に書いておくと、これ4分の π だね。で、135度は4分の 3π か、こうなり、あ、入ってるね、こうなるね。で、こっから確認しなきゃいけないのがスタート地点です。で、何を確認するかっていうと、この赤でなぞった範囲ね、求めたい部分が切れるかどうかがチェックしなきゃいけない。そこが大事。で、今、6分の π、30度がスタートなので、この辺です。スタート地点。ここね。で、こっから一周なぞった時に、この赤の部分普通になぞれるでしょ。ってことは切る必要がないんだよね。だから問題ないの。この問、この答えに関しては。だから、そのまんま4分の π から4分の 3π までを答えにすれば OK です。ただし、真ん中、最初に書くのは θ ではなくって、主役はこれ。なので、もう神々やね。θ プラス6分の π。これがど真ん中に来る。で、あとは、ここからここまでだから、4分の π。で、4分の 3π とこうなります。で、あとは、真ん中を θ にする必要があるので、全部から、6分の π を引きます。そうするとまずど真ん中はもちろん θ になる。で、こっから6分の π を引くと12で通分すればいいから、12分の3引く12分の2か、だから12分の π で、こっちは12分の9から12分の2を引くので12分の 7π と、これで OK となります。いいかな。で、次がコサインです。でもコサインになってもね、やることは同じで、まず範囲。
今回の主役は θ マイナス6分の π。だからこっからね、全部から6分の π を引けばいいので、まず左側マイナス6分の π で、6分の12だから引くと6分の 11π だね。でもいつも言ってるようにね、一周するときは大事なのはスタート地点だけなので、マイナス30度、ここがスタート地点になります。で、単位円で、こっからがね、まあ板書が足んない気がするんですけど、いけるかな。よしと、ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃいそうだけど、まあこう単位円があると。で、まずはコサインが2分の1以上だから、コサインが2分の1のポジションを探すと。で、これちょっと色同じに合わせようかね。赤からまずいこう。コサイン X 座標です。で、2分の1になるのは60度と、その下か、ここ60度と300度のポジションだね。いい、60から300で、一応直しとこうか。60度は3分の π で、100、あ、じゃない、300度は108の300にすると、3分の5かと、こうなります。で、あとは2分の1以上です。ってことは、でかいってことなんで、 X 座標がそのポジションより右側ね、両方とも。つまりこの部分になります、求めたいのは。で、あとはその赤の部分が切れるかどうかが大事なんだけど、今スタート地点がマイナス6分の π、 マイナス30度です。つまりこの辺から始まる。で、この辺から一周するので、もうまあここから始まってる時点で切れるんだけど、まずここです、上の青の部分で、こう回ってきて、こっからここまでの2つに分けて答えを書かなきゃいけない。切れてるからね、っていうのが、まあ、注意するところで、あとはそれが分かれば書き出すだけなので、まず上の方からいきましょう。ここスタート地点は今これです、マイナス6分の π だから、ちょっとちっちゃく書くよ。マイナス6分の π で、スタート地点は黒丸 OK です、イコール入ってるからね。で、主役は θ マイナス6分の π で、止まるところも黒丸です。で、3分の π だから、イコール入れて3分の π となります。これが上の部分で、ぐるっとやってきて、まずここです。次で、ここもイコールが入っていい、黒丸だから3分の 5π で、イコールで、主役はもちろん θ マイナス6分の π です。で、ラストゴールなんだけど、ゴール範囲が終わるとこなので、これね、一周が終わるところで、範囲が終わるところはイコールが入りません、もともと入ってないから。だからここイコール入れないように気をつけます。で、最後6分の 11π だから、こうなると。で、この両方を解いて終了で、解き方はマイナス6分の π が邪魔です。だから全部に6分の π を足してください。いいかな。そうするとギリ入るかな。これ足すと0です。0で、ここ θ になって、足すと6分の2と6分の1を足したら6分の3だから、2分の π か。で、ここ6分の10に6分の π を足すから、6分の 11π イコール θ で、ここが足すと6分の12になるので 2π。待ってね、果たしてこれは入ってるのだろうか。あ、入ってるね、大丈夫ね、といった感じになります。で、最後タンジェントね、タンジェントも同じなんですけど、で、タンジェント、まず θ プラス4分の π が主役なので書き出しておきましょう。 π で、まあ、さっきまでと同じだね、全部に4分の π を足すイメージだから、ここは4分の π で、これが4分の8になるから4分の 9π となります。で、単位円で勝負するんだけど、さあここもな、いっぱい書かなきゃなんだよな。ちょっと待ってね、よし。で、まずタンジェントだから傾きがルート3より大きいとき、いいね。
で傾きルート3のポイントっていうのはここ60度ポジション、今イコール入ってないから白丸にしますと、それの反対側、ここ270からこう戻るから240度ポジションか、こうなる。一応直しとこうか。60度が3分の π で、こっちが3分の 4π か、こうなるね。で、あと注意しなきゃいけないのが、これが傾きルート3より大きい時です。で、傾きが大きくなるってことは、今正でしょ、傾きルート3、こうなってたらどんどんこうなればなるほど傾き大きくなるよね、数字が。つまり大きいってことは急になる方なので、こっち側になります、こっち。ただし傾きタンジェント90度ダメなので、ここ白丸で止めてください。で、もちろん反対側も同じです。270度白丸で止めなきゃなので、この部分になります、この2箇所ね、離れてるところ。で、あとは範囲が切れないかどうかをチェックしなきゃいけないので、スタート、4分の π スタートです。黒じゃない間違った、4分の π スタートだから45度、なのでまあ、こっからスタートだね。だからそっからぐるっと回るから、ちょっと待って、くしゃみが出そうだった、大丈夫、失礼しました。回るのでこうなって、切れることないね、ここもこう回ってきて、ちょっとごめん、くしゃみがほんと止まる、大丈夫かな、はい、すいません、ああっていう感じだから切れることはないんだね。もしこの赤の部分の途中から範囲がスタートした場合は切れます。いいね、今切れてないけどね。だから切れてないので普通にそのまま書けばいいと。で、まず上から書きます。これ3分の π から90度2分の π なので、3分の π で白丸で、主役は θ プラス4分の π で、白丸の90度ね、ここ、この部分が1個目、で下が3分の 4π 240度からもちろん白丸で、主役はこの子で、270度も白丸なんで、2分の 3π か、この2つがまずね、まあこれ答えじゃないですけど、求める範囲になると。で、あとはこれをまとめるんですけど、右のが入る気がするから今度右でいい。で、まず全部ね、4分の π を引きます。で、これ暗算いけかな、こっから4分の π を引くと、12で通分、12分の4、12分の3だから12分の π で、ここ θ で、こっから引くと、4分の2から4分の1を引くから4分の π か、これがまず上の答えになります。で、下も引くと、まずここか、12分の12か、違う、待って待って、4かけては16か、12分の16から12分の3を引いてるから12分の13か、12分の 13π で θ で、こっちが4分の6から引くから4分の5か、待って、入ったか、あ、めっちゃギリといった感じになります。こっちが答えね。いいかな。なので、まあ最初にも言いましたけど、方程式の時と基本的にやることは一緒ですね。まあ範囲をまず確認すると、で単円で勝負して、まあこう書き出すみたいな感じ。こっちの方がややこしいですけどね、やっぱり不等式の方が。いいかな。ちょっとね、一周する問題なので難易度としては少し簡単な方になるかもしれないんですが、まあこんな感じで確認してみてください。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続くっていう。で、次回なんですけど、タイトル丸5になります。で、ちょっとまた違うタイプの、まあ、計算式というか方程式をまずやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。